お腹を引き締めたいけど育児に追われて時間がない主婦、そしてママさん多いんじゃないでしょうか。今回はそんな主婦さんやママさんのために短時間でお腹を楽しく引き締めるエクササイズを紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、というわけで今回は産後のぽっこりお腹に効くエクササイズを紹介したいと思います。で、まず産後にどうしてお腹がぽっこり出ちゃうのかと、この理由なんですけども、妊婦さんっていうのはお腹が大きくなりますね。で、このお腹が大きい状態っていうのは腹筋が伸びてる状態なんですよね。つまりストレッチが極端にかかっている状態、これが妊婦さんの状態なんですよ。で、ストレッチがかかりすぎると筋肉って実は低下していくっていう風に言われてます。最近だと運動や筋トレをする前にストレッチをしちゃうと筋力低下が起こって逆に怪我をしやすいっていうのが定説になったりしてます。なので妊婦さんっていうのはお腹が大きくなることで筋力低下が極端に起こってるっていう状態なんですよ。なので腹筋の筋力が低下してお腹に脂肪がつきやすくて、しかも痩せにくいという状態になってるんですね。で、この状態がいわゆる産後太りということなんですよ。で、この産後のぽっこりお腹を解決しようと思ったら、落ちてしまった筋肉を取り戻すことがとっても大事なので、今回はこの筋力を取り戻すための自宅でできる腹筋運動、これを詳しく解説したいと思います。やった。さあ、今日やるエクササイズは腹直筋というお腹の正面を鍛えていくエクササイズです。いわゆるベーシックな体を丸める腹筋運動なんですが、ポイントが今日は2つあります。この2つのポイントを意識して一緒にエクササイズをやってみましょう。やった。はい、まず1つ目のポイントは腹筋を縦に縮めるということです。で、腹筋の主な動作っていうのは体を丸めるっていうのがメインの動作なんですね。体育の授業とかでよくあった腹筋ってね、上体起こしって言ってね、足引っ掛けたりとかね、誰かに持ってもらってやったと思うんですけど、まあ、これもね、腹筋効かないことはないんですよ。むしろ効くんですけども、産後のママにはあまりおすすめしません。というのはお腹以外にも足の筋肉をねたくさん使ってしまうので、足が先にしんどいとかね、お腹がしんどくなる前にもう疲れちゃったとかっていうことも結構起こりやすい種目でもあるんですね。で、お腹だけにしっかりフォーカスするためにはしっかり体を丸めて、この腹筋の動作だけでエクササイズをするっていうことがとても重要になります。で、そのためのポイントがおへそから溝落ち、ここの距離を手に縮めて体を丸めてあげると腹筋の力だけで動作ができるようになります。なので今日はお腹をしっかり丸めて体をダンゴムシのように縦に縮めるようにエクササイズを意識してみてください。2つ目のポイントは戻す時に力を抜かない、これが2つ目のポイントです。で、腹筋っていうのはね、体を丸めていく時は重力に逆らっているので、まあ、必然的にねお腹の力は入るんですけども、体がこう戻っている時っていうのは別に力入れなくてもスッと戻れてしまうので、お腹の力が抜きやすくなっちゃうんですね。なのでここは意識してご自分でお腹の力が抜けないように丁寧に戻してください。で、今回はこの2点、お腹を縦に縮める、そして戻す時は力を抜かない、この2つのポイントに絞ってエクササイズを集中してやってみてください。では早速一緒にやってみましょう。やった。Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.You.
やった！今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは最高音楽に合わせて楽しく体を引き締めるエクササイズを配信しています。運動になったでという方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。主婦の皆さん、今日も家事に育児にお疲れ様でした。またお会いしましょう。